学校を1個ゼロから作るのはめちゃくちゃ大変だなと思ってました。その積み上げていっても絶対できないなっていう感じはあるんです。まあ本当に自分の会社作ってきましたけど、結構壮大なプロジェクトだなと。未来のシリコンバレーですね。それはなんか普通にあるなと思うし、世界中で起業して世界変えててほしいですけどね。今回もまあ一つのイノベーションに挑んでるつもりなんで。ご無沙汰です。まあ中山間地域だからこそ、ある種知的産業的な教育分野の可能性っていうのは多いの、私はあるように思います。本日中高生のリアルな声を聞きながらですね、理想の学校ってどんな学校なのか、失敗しまくれるところだと思う。可能性を決められちゃってる感じがあまり好きじゃないな。作るっていうプロセスってすごい大事だと思う。実際自分でやってみるっていう物事が非常に体系なので。デザインとテクノロジーってどういうことで言ってるのか、それによっても教育内容は全然違ってくる、けど本当にやりますかっていうのがそこですね。要は工学部の大学と美大の大学と経営学部とかが合体したような感じなんで、そのリアリティたるや相当ですよ、ね、物を作れない人は学校にはいない感じです。やっぱ14歳の時に見極められるか、やっぱ課題しかないんで、とにかくやるしかない、やった方が良くなることがすごいたくさんある。下手すると何者でもない学生が出来上がっちゃう。何があってもめげないで我々も頑張りますので。物を作る力でことを起こす人です。社会に変化を起こせる人材を育成します。まあ、自分自身にとってはずっとこう地域づくりとかをやってきたの最後の一つの仕上げかなっていう。こっからことを全部より具体化してきた中で本当に面白い学校できるんじゃないかっていう、そのワクワクが止まらない感じですね。